ということで、こんにちは。今日も、吉野博士セミナーチャンネルへようこそ。早速ね、始めていきたいと思いますけども、皆さん、生き物が生まれる確率って知ってますか？日本で唯一のダーウィンメダル賞っていうのを受賞した遺伝子学者の木村さんという方が言ってるんですけども、生き物が生まれる確率っていうのは1億円の宝くじになんと100万回連続で当たる確率だということなんですよね。アンビリーバボーですよね。これすごいですよね。しかもですよ、何億匹の精子の中のその1匹からあなたが生まれてるんですよね。こんだけ奇跡を起こして生まれてるんだから、今生きてることでそれだけで感謝ですよね。そしてこんな奇跡的な確率の中から生まれてきたあなたはそれだけで超ラッキーなんですよね。つまり超運がいいっていうことなんですね。ということはですよ、あなたはすごい可能性を秘めてるっていうことなんですよね。なんかこんな話を聞くとですね、自分が生まれてきたことにきっとなんか使命が意味があるんじゃないかって思いませんか？自分にしかできない使命があるなんて思いませんか？こう考えたらなんかやんなきゃって思っちゃいますよね。なんかやりましょう。あなたは可能性の塊なんですよね。あなたの未来は明るいです。ということで、今日のお話があなたのお役に立てたら幸いです。今日も吉野博士セミナーチャンネルをご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。